はい、こんにちは。公認会計士の武田雄二です。稲森和夫の実学解説続きをいきたいと思います。前回の動画見てない方は前回のやつもぜひ見ていただければと思います。今回ですね、この本の中のエッセンスに入っていきたいなと思うんですけども、この本で述べているのはこの実践的な基本原則ですね。稲森さんが27歳で京セラを立ち上げて、そこからゼロから学んでいった中で、出来上がってきたこの7つの原則がこれですよ。これをきちんと守らないと正しい経営はできませんというふうに言っています。じゃあ早速ですね、この7つをサクッと解説していきたいと思います。まず一つ目がキャッシュベースの経営の原則ですね。キャッシュベースって何かというと、対になる言葉が利益ベースですね。一般的に多くの経営者は自分の会社の業績を見るときに利益を重視してみると思うんですね。これは別に間違いではないんですけども、この利益というのは発生主義と言われるものに基づいて算定されます。つまり収益から費用を引いたものが利益ですけども、今の会計原則というのはこの収益も費用も発生主義と言われるものに基づいて計上します。つまり発生したときに計上しますよということですね。お金の出入りと収益費用の発生とというのはタイミングがずれますね。例えば物を売れたと言ってもキャッシュカードで生産する人も多いですから、売れたけどお金が入ってきてないってことありますよね。企業の場合もそう、物は仕入れたけども賭けで仕入れましたっていう時はお金出てってますよね。なので収益発生した、費用発生したで利益は出るけれども、お金の動きと今の会計基準というのは連動してません。なので勘定あって銭足らずという言葉ありますけどね、利益は出てるんだけども、あれ気がついた月末お金がないよということが実際起こり得るわけですね。なので稲森さんは利益ベースの経営を否定してるわけではないんですけども、キャッシュベースで経営しないと正しい経営はできませんよというふうに言っています。本来最も重要なキャッシュに着目しなさい、それをベースに正しい経営判断を行わないといけません。儲かったお金はどこにあるのかを経営者は知っておかないといけませんよというふうに書かれています。キャッシュというのは経営の原点なので、このキャッシュをベースに経営をしていきましょう。これがもう7原則の中で一番大事な原則だと言ってるわけですね。この実学がですね、出版されたのは1997年なんですよ。だからもう20年以上前になるんですけども、実は驚くべきことに日本にキャッシュフロー計算書というものが制度として導入されたのは2001年なんです。ってことは京セラは日本でキャッシュフロー計算書が制度化される前からキャッシュベースの経営を導入していたということですね。この辺りからしてもこの京セラと稲森さんの凄さが分かりますよね。これぐらいキャッシュというものが経営にとって大事なのだということをこの実学のトップで挙げています。なので中小企業の経営者さんも利益は見てると思うんですけども、キャッシュの動き見れてるでしょうか、キャッシュフロー計算書って毎月見てるでしょうかというところですね。私の知る限りここまできちんと管理できている中小企業っていうのはほとんどないと思いますので、このキャッシュベースの経営というものに切り替えていくきっかけにしていただければなと思います。2つ目の原則がこの1対1対応の原則と言われるものです。これは私はめちゃくちゃ大事だと思ってるんですよね。この実学の中では物とお金、これを伝票に入力していく、これが1対1でなければならないというふうに書かれています。私はここのスライドでは物お金のことを事象、伝票のことを仕分けというふうにちょっと言葉変えましたけどね。1つの事象が発生したら1つの仕分けを切りなさいよということなんですね。当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、ここがですね、実は多くの中小企業でできてません。毎日取引があります。つまりもう毎日365日事象というものは発生しますね。けれども経理部で365日仕分けが切れてるでしょうか。1対1になるように同時に仕分けが切れてるでしょうか。これできていない会社の方が多いと思います。上場企業でもできてない会社ありますね。決算日にまとめて仕分けを切るということをやっている会社がありますけども、稲森さんが言うにはこれはもう原則だ、まとめてやるというのは原則違反だということなんですね。こういった原則違反っていうのを普段から認めていると、伝票操作をしたり母外処理をしたりということが日常的に行われる可能性がある。これが続けばもう組織のモラルの低下とか社員のモラルの低下につながるんだ。だからもう原則として事象と仕分けというのは1対1、しかも同時にやらないといけませんということを述べています。会計というのはそもそもですね、この事象を仕分けに変換する、
数値に変換するということですね。なので事象というものをきちんと経理の方が理解をして、でそれをデイリーで数値に変換し、仕分けというものを通してですね、で日々会社の決算書に事象の結果が現れるというものを経理の中でやっていかないといけません。この一対一対応の原則というのは非常に大事な原則だと思いますので、ここもきちんとできるように会社を変えていってほしいなと思いますね。3番目の原則がですね、筋肉質の経営の原則ですね。つまり贅肉のない筋肉質の企業を目指しなさいよということです。贅肉をつけるなよということですね。必要以上によく見せようとしてはいけませんということです。人間ですから見栄があるのも仕方ない。だから会社の数字をちょっとよく見せようかとかね、思うこともあるかもしれませんが、稲森さんも本当にね、前回の動画でも言いましたけども、根底に正しく生きるという哲学を持っている方ですね。よく見せようとせずに 100% 正しいものを示さないと意味がないという考えをお持ちの方なので、現状ありのままを決算書に見せることが大事だよということですね。これをもう筋肉質経営の原則というふうに言ってるわけです。で具体的にこの実学の中で言ってるのが下に書いてる4つですね。中古品で我慢せよと、あんまりね新しい家具をどんどん買ったりするなと、中古品で我慢できるのもしろ、あと固定費を警戒しろよということですね。これはもう経営者なら分かると思いますけども、固定費増えていったら経営ってやっぱしんどいですよ。なるべく固定費を抑えていけということですね。あと投機はするな、投資はしても投機はするなということですね。よくわからない株とか債券は買うなということだと思います。であと当座買いをしろと書いてます。当座買いって何かというと、まとめ買いすんなよということですね。必要なものを必要な時に買えばいい、セットで買えば安くなるっていうものたくさんありますけども、セットで買うから金がなくなるんだと、必要なものをその都度買いに行けばお金は貯まるでしょうということですね。これも分かると思うんですよね。どうしてもセットで買っちゃうと思うんですけどもね、在庫余りますよね、これはダメだということです。こういうことを通して会社を常に筋肉質にしとかないといけませんよと言ってますね、次からはちょっとさらっといきますね。4番目、完璧主義の原則ですね。何でも完璧にしなさいということです。だから資料の作成も完璧にしなさいよと、決算の内容も、矛盾がないようにしなさいよと、さらには計画とか予算とか、これももう 100% 達成しなさい。仕事っていうのは細部にわたって完璧にしなさい。やっぱりここも、稲森さんの根底にあるこう正しいことをやりましょうという考えの反映ですね。曖昧さとか妥協っていうものを許すから会社は緩むんだということですね。だからこういうのも普段の仕事から完璧にやれよということですよね。これが完璧主義の原則。5番目、ダブルチェックの原則ですね。すべてをダブルチェックでやりなさい。単独で誰かが何かをするということじゃなくて、ダブルチェックをしないといけません。だから入出金の取り扱いとか、現金の取り扱いとか、印鑑の取り扱いとかですね、金庫の取り扱い、購入手続きの取り扱い、売掛金、買掛金の管理、こういったものも、単独でやらない。必ずダブルチェックをする。誰かがしたものを第三者がチェックをするというふうにしなさいよというふうに言ってます。これもですね、稲森さんの根底にある 100% 正しいことをやる経営をしないといけないからだということですね。そうしないと故意に悪さをしようと思う人だけじゃなくて、ミスをしてしまった人っていうのもやっぱ人間ですから出てきますよね、間違いは、ね、そしたらそういう人に対して罪をかぶらせるのかということになりますね。稲森さんはやっぱり正しいことを追求する方ですし、人の心というのをとても大切にする方ですよ。ミスをした人に対して罪をかぶらせるっていうことを経営の中でしちゃいけない。だから人に罪を作らせない仕組みというものを作らないといけない。これが、ここでいうダブルチェックの原則だということですね。ここに関してもですね、中小企業さんでダブルチェックをやってる会社はこれ非常に少ないですね。上場企業は内部統制の監査といいまして、ダブルチェックをしないといけないようになってますから、ある程度統制は働いてるんですね。それでも不正とかミスっていうのは上場企業でも出てきます。中小企業っていうのはこのダブルチェックほとんど働いてません。だからミスも当然出てきますし、不正もめちゃくちゃ多いですね。会社の現金なくなってたっていうのはもう日常茶飯事でいろんな会社で起こってますよね。もうダブルチェックが働いてないんですよね。そうするとやっぱりその経理部長に罰則とかね、解雇とかね、
いうことになっています。こういうですねことが起こってはこの人の心を大切にする経営はできないんだということですね。だからこういうのもあらゆる業務をダブルチェックができるような仕組みを作らないといけない、これも、もう大事な原則だというふうに稲森さんは述べてます、はい。6つ目の原則が採算向上の原則ですね。採算向上っていうのは、当然のことながら経営者であれば求めなければなりません。付加価値の高いものを市場に提供していくんだっていう、これも採算の向上ですし、それを通して従業員の生活を向上させる、これも採算の向上ですし、さらにそれを通して社会の発展に貢献する、これも採算の向上だ。だから採算向上するというのはもう経営者であれば当たり前なんだけども、一般的にこの採算向上を目指すときに管理会計っていうものをこう行いますけれども、この管理会計っていうのが財務会計とかけ離れた世界で行われていることがある。これは上場企業でもあります。管理会計をやっている部署と財務会計をやっている部署が全然違う、両者の数字が全然つながっていないということがあるんですけども、稲森さんはこれがダメだと言ってるんですね。管理会計をやる限りは財務会計と関連させろ、連動させろ、整合させろというふうに述べてます。京セラの管理会計のことをアメーバ経営って言いますね。これ有名ですね。もうアメーバ経営だけで一冊の本になってるぐらい奥深いものなので、ちょっとここは説明は省略しますけども、このアメーバ経営と財務会計、稲森さんは財務会計のことを会計学という、このアメーバ経営と会計学、これを京セラではもう整合させてますと言ってるんですけども、実際はここがほとんど整合されずに別の部門がそれぞれ数字を作っています。だから採算向上してもそれが決算書に反映されてませんということになりますけども、正しい経営をしようと思えば当然のことながら採算向上した結果が決算書に整合されないといけませんね。これが正しい経営であり原則ですよというふうに述べてます。なので興味ある方はですね、ぜひアメーバ経営の本も読んでいただければなと思うんですけどね。管理会計をやりながらその数字が財務会計に反映されるように経営していかないといけませんというふうに述べてます。そして最後7番目ですね、ガラス張り経営の原則というふうに述べているものなんですけども、その名の通り経営はガラス張りにしなければなりませんよ。で、特に稲森さんは会社の経営状態を社外の投資家だけじゃなくて全社員に伝えろというふうに述べてます。フェアなディスクロージャーという言い方しますけどね、ディスクロージャーをもう公明正大に行わないといけませんというふうに述べてます。なぜ社員に対して会社の経営成績を伝えないといけないかというと、これも稲森さんの根底にある正しい経営を追求するという考え方、あと人の心というものを大切にする考え方ですね。社員に対してディスクロージャーをしないとどうなるかというと、多くの経営者は会社のお金を私的に使おうというモチベーションが湧きます。実際そうやって会社のお金を私的に流用したりとか、ゴルフで使ったりとか、多額に接待交際したりとか、もう自分のプライベートの財布と会社の財布をごっちゃにしている経営者ってたくさんいると思いますけども、こんなことをしていては正しい経営はできないでしょう、人の心って最初にできないでしょうとおっしゃってるわけですね。だから社員に対してもガラス張りでディスクローズをしていかないといけない、これが社員の信頼というものを獲得することになるんだということですね。なのでフェアなディスクロージャーっていうのは経営者自身がフェアな行動をすることだというふうにも述べています。これが正しい経営につながっていくというふうにおっしゃってますので、ね、こういうガラス張りの経営を目指しましょうということです。ということで、この実践的基本原則7原則を、ね、述べてきましたけども、果たしてこの7原則のうち1つでも守られてるでしょうか、皆さんの会社に、1つでも実践できているでしょうか。私もいろんな中小企業を見てきましたけども、この7つのうち1つも実践できていないという会社の方が多い気がします。7つ全部が実践できてますっていう会社は見たことないんですね。やっぱり稲森さんが言ってるね、この大事だって言ってる7つのうち1つも守られていないという会社が多いんじゃないかなと思いますけれども、これでは正しい経営とは言いませんよという非常に厳しいメッセージでもあると思いますので、ぜひですね、この7原則、特に私は上2つ非常に大事だと思ってますね。キャッシュベースの経営の原則と1対1対応の原則、これは非常に大事ですし、稲森さんもこの実学の本の中でこの1番と2番の原則、これを私の会計学を貫く基本原則だと
という言い方もしています。それぐらいやっぱり非常に大事なものだと思いますので、ぜひこの7原則を皆さんの経営の中でも活かしてほしいなと思います。はい、最後にですね、この稲盛さんの本の実学の本の中の序章に書いている文章をご紹介して終わりにしたいなと思います。常識的には月次決算などの決算資料は経理が一般的な形で作るものなのかもしれない。しかしそれでは本当に経営者の役に立つものにはならない。経営者がまさに自分で会社を経営しようとするなら、そのために必要な会計資料を経営に役立つようなものにしなければならない。それができるようになるためにも、経営者自身が会計を十分理解し、決算書を経営の状態、問題点が浮き彫りになるようなものにしなければならない。経営者が会計を十分理解し、日頃から経理を指導するぐらい努力して初めて経営者は真の経営を行うことができるのである。こんなすごい内容の本が今は文庫で買えます。600円ぐらいで買えます。私は600万出してもいいぐらいの価値がある本だと思います。ぜひですね、1人1冊、あと経理の方も含めてこれを会社に置いていただきたいですし、この7原則を追求してほしいですね。そうすればいい会社になるんじゃないかと思いますので、ぜひですね、今日の動画社内の中でも共有していただいて、この本繰り返し読んでいただければいい経営ができるんじゃないかなと思いますので、ぜひとも実践していただければと思います。今日はこれぐらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。